その日、式部卿の御子うせたまいぬるよし、そうするに、いよいよ世の中騒がしきことを嘆きおぼしたり、かかる頃なれば、おとどは里にもええまかでたまわで、つとさぶらいたもう。しめやかなる御物語のついでに、世は尽きるるにはあらん。物心細く礼ならぬ心地する、高知難するを、雨の下もかくのどかならぬによろず慌ただしくなん。小宮のお坊さんところによりてこそ世間のことも思いはばかりつれ、今は心やすき様にてもすぐさま欲しくなん、と語らい聞こえたもう。意図あるまじき御んことなり、世の静かならぬことは必ず祭りごとの名をく歪めるにもよりはべらず、盛しき世にしも何よからぬことどももはべりける。聖の帝の世に横様の乱れいでくることもろこしにもはべりける。我が国にもさ何はべる。まして断りの弱いどもの時至りぬるをおぼし嘆くべきことにもはべらず、などすべて多くのことどもを聞こえたもう。片端真似も、糸片洗いたしや。常よりも黒き御恩よそいに厚したまえる御恩形。たがるところなし、上も年頃、御恩鏡にもおぼしよることなれど、きこしめしことの後は、また細かに見立て祭りたもをつつ、ことに糸ど哀れにおぼしめさるれば、いかでこのことをかすめ聞こえばやとおぼせど、さすがにはしたなくもおぼしぬべきことなれば、若き御恩心地につつましくて、ふともええ打ち入れ聞こえたもあぬほどは、ただ大方のことどもを常よりもことに懐かしゅう聞こえさせたもう。うちかしこまりたまえる様にて意図御恩景色異なるを、賢き人の御恩目には怪しと見立て祭りたまえど、意図かくさださだと聞こしめしたらんとはおぼさざりけり。で、その日に、折しもその日に、式部卿の宮の御子が、式部卿の御子がお亡くなりになったよし、奏上してきた。式部卿の宮というのは、桃園の式部卿の宮と言われる人で、桐壺の帝の弟にあたられる方です。朝顔の姫君の父になる人です。だからこういう大事な桐壺の帝の弟ですから、今の帝にとっても、あるいは光源氏にとっても非常に大事な年上の人物が亡くなったという知らせがまた届いたわけですね。それで一層その思い当たることが切実になってくるわけですが、いよいよ世の中騒がしきことを嘆きおぼしたり、いよいよ加えて世の中のなんかただならぬ騒がしい状態になってくることを思い嘆きになっていらっしゃる。帝のお気持ちですね。で、こういう折であるからして、源氏の弟も里にもええまかでたまわで、自分の里にお下がりなさる、つまり二条院に引き下がられることもおできにならなくって、帝のおそばにぴったりと奉仕なすっていらっしゃる、おそばにぴったりとついていらっしゃる。そしてしみじみとした御物語のついでに、帝がおっしゃることには、世は尽きぬるにはあらん。この世は
私の命も、帝がおっしゃるわけですね、私の命ももう終わるのであろうかしら。自分の身をもこれで終わるのかしらというふうにももちろん取れないことはありませんけれども、どうもここは我が世も我が命ももう終わるのかしらというふうに思ってられるんです。物心不足霊ならぬ心地難するを、なんとも物、ね、心細い常の状態とは全く違った心地がするものを、雨の下もかくのどかならぬよろず慌ただしくなん、この世の中もこんなふうにただならぬことが次々に起こってきて、あらゆることにつけて慌ただしく感じられる。亡くなられたあの桐壺の鬼才の思いになるであろうことを、そのことを考えて、それで世間のことも思いはばかりつれ、この世を捨てることも今まで思いはばかってきたことだ。だが今となっては心安き様にいても過ごさまし欲しくなる。もう母宮もお亡くなりになったわけで、今となってはもう心ののんびりとした状態で、御位を、天使の位を降りて過ごしたいと思う。そう源氏の君に語らい聞こえたも、源氏の心を説得するような気持ちで語りかけておいで遊ばす。源氏は意図あるまじきこと、意図あるまじき恩ことなり、そんなことをとんでもないことでございます。そのご治世が王様あそばす、その時代が静かでないということは、祭りごとの名をく歪めるにもよりはべらず、いつでもその祭りごとが、その天使のおとりになる祭りごとがまっすぐであるか曲がっているかということばかりに原因があるのではございません。逆式よりしも何よからぬことどももはべりける、非常に素晴らしい天使のご知性でありましても、良くないことが起こってくるということはございます。つまり例としてあることでございます。聖の帝の世に横様の乱れ入れくること、もろこしにもはべりける。この頃はね、やっぱりもろこしの霊というのが非常に重みを持つわけで、まず大変な聖の帝の世だと言われるような、そういう世にありましても横様の乱れ、非常に王道な
世の乱れというものはそんなことと関係なく、肘の帝のご治世というふうなことと必ずしも関係なく発生してくることは、そういう先例はもろこしにもあることでございます。我が国におきましても同様でございます。まあ近い例として、ね、適切な例を言えば、醍醐の帝の御世に菅原道真が藤原氏の、まあ、画策によって左遷せられて非常にひどい境遇に落とされてしまうというふうなことなんか近い例としてはあったわけですね。あるいはそういう例は中国の歴史考えればもういくつもあるというふうにして源氏が説いているわけです。まして断りの弱いどもの時至りぬるをおぼし嘆くべことにもはべらず、ましてその当然年齢が老いの年齢に至って、そしてお亡くなりになったというふうなことをいちいち帝が自分の責任だと思って大思い嘆き遊ばすことなどは決してございませんなどと、すべて多くのことどもを聞こえたも、いろんな例をお引きになってお申し上げなさった。片端真似も意図片荒いたしや、その一部分をいちいちここで、真似て申し上げるのもまあいたたまれないことだ。いちいちことことしいこういう、ね、歴史的な先例、ここで真似して語るのも肩肘張ったことになるから、それは省略しておきますという語り手の顔を出した言葉ですね。片端真似文を意図片腹いたしや、常よりも黒き恩予想にやつしたまえる恩形、他言ところなし。常の状態よりも黒い恩予想ほい、つまり喪服の置物、お召し物を召していらっしゃる、その帝の恩形、姿形が、そばにはべっている源氏の君と全く違ったところがない。ぴったりこう同じような姿形でいらっしゃる。そのことは上も帝も年頃御鏡にもおぼしよることなれど、鏡をご覧になってお感じになっていらっしゃることだけれども、源氏の君と自分とまるで息写しのように似ているということは、鏡を見てお感じになっていらっしゃることだけれども、しかしそれはね、必ずしもそれだけですぐに親子だというふうなことに思い至る必要はないわけで、非常にお二人は表面公的におじおいというふうな感じにあるわけですから、似通っていられるのは当然のことなんで、しかし聞こしめし事の後は、事の真相をお聞きになってしまったその後の
お気持ちでは。また細かに見立て祭りたもをつつ、またその源氏のお姿をこまごまとお見申し上げなされ、お見申し上げなされて、源氏に対して非常にこう敬語を丁寧に、ね、見立て祭りたもをつつ、お見申し上げなされ、お見申し上げなされして、天使がね、そしてことに意図度哀れにおぼしめさるれば、格別に胸に思いしみてお感じになるからして、この方が実の自分の父上だったのだというふうにお思いになられるからして、いかてこのことをかすめ聞こえばやとおぼせど、なんとかしてこのことをたとえちらりとでも申し上げようと、申し上げたいとお思いになるけれども、帝の心の中でお思いになるけれども、さすがにはしたなくもおぼしぬべきことなれば、いっぺんこう口に出しておっしゃったら、これはもうどうにも抜き差しならぬことで、そしてまたそれを聞く光源氏にとっても実は非常に切実に、あるいは痛烈に身を責められることであるわけですね。藤壺との密通のことですから。だからさすがにはしたなくも惜しむべきことなれば、さすがにそれを聞かれた源氏のおとどが決まり悪くお思いになるはずのことだからして、このはしたなくはかなり重いなんですね。決まり悪くというかな、なんか切実に自分の身をこう責めなければならないような、そういうお気持ちになられるはずのことだからして、で帝の若き御恩心地にとってはつつましくて、ふともええうちで聞こえたまわぬほどは、心になんとなくためらいを感じになって、そして唐突にはとても口にお出しになれないお気持ちのでいらっしゃる間は、ただ大方のことども、世間の格別のことでないありきたりのことども、いつもよりは格別に懐かしい様子でお申し上げなさっていらっしゃる。こういう時の若い帝の心中ってもの、やはり聞き手の者たちによく伝わってくる言いようですね。とてもこんなこと、父の大変な肘、それを直接父に向かって聞いたからといって言えるものではない。しかし言ってみたいという思いは、それは非常に心の底から切実な形で湧いてくるわけでしょうけれども、言えるものではない。うちかしこまりたまえる様にて、意図を追う景色異なるを、帝の これは帝の様子ですね。うちかしこまりたまえる様にて、大変心つつましくいらっしゃるご様子で、そしてそのご様子がまたただならぬご様子であるが、賢き人の御目にはあやしと見立てまつりたまえど、聡明な
光源氏のお心では帝のその様子を変な具合だとお見申し上げていらっしゃるけれども、糸をかくさざさざと聞こしめしたらんとは思わず、おぼさざりけり。しかしさすがの光源氏も帝がそんなふうにさださだと、つまりあのことについてこまごまと細々というよりははっきりとということですね、あの大事についてはっきりとお聞き遊ばしたとはよもやお思いにならなかったことだった。源氏もそこまでは夢にもお気づきにならなかったことだった。